こんにちは、しんじです。今日はね、G29 のハンコンプラスファナテックのホイールスタンド、ね、この組み合わせでやっていきたいと思います。ハンコンの運転動画を上げてるんですけど、その時は、まあ、ここね、こっち、もっとこっちに机があるんで、机に近づけしてやってました。でも今回はもうかなりね、このハンドルとこの椅子とね、このペダル部分が自分の運転しやすい感じにできました。なのでその状態でね、運転をしていきたいなと思います。今回ね、そう、なんか DLC で買った車をちょっと運転していきましょうか。このマクラーレン、これ買いました。このね、このマクラーレン買ったので、コースはシルバーストーンね、あんま走ったことないですが、シルバーストーンで行きたいなと思います。これね、こう ハンドルの高さが高いなと思ったら下げられるし、開けることもできるね。行きましょう。おー、なんかあ、このマクラーレンってハンドルじゃないや、運転席真ん中なんだね。これで行きましょう。ね、久しぶりなんです。やっぱりね、このファナテックのこのホイールスタンド、どういうこと？ホイールスタンドはちょっとね、やっぱハンドルの真下にこのバーがね出ているので、ちょっと邪魔かな。あの、右足でブレーキを踏む人なら問題ないと思います。ただ左足でブレーキを踏むとなると、結構邪魔、ちょっとじゃないわ、結構邪魔。この一本足タイプのスタンドだとやっぱりね、邪魔にはなりますね。結構邪魔だな、これ。右足ブレーキにしてみようかな。右足ブレーキにしちゃうと、楽。うん、右足ブレーキだと、まあ全然邪魔にはならない感じ。クラッチをね、僕は踏まないので、そうするとね、左足がねものすごく暇になっちゃう。でもね、こうガッてあのブレーキを踏んでも、このペダル部分は全く動くことがないので安心ですね。あの、これ今椅子の後ろに、まあ、棚があるんですけど、そこの棚にこの椅子が、この椅子がね、あの、こうグッと押さえられてる感じになってるので、ブレーキをグッと押しても大丈夫ね。話しながらだとね、もう全く運転にも集中できないし、話も集中できない。あー、でもこれ右足ブレーキのが体勢的には楽だな。で、このハンドルのこの前後はね、結構こうやって動いちゃう。かなりね、あの下のネジ部分をものすごいね、グッてやったんですけど、でもちょっと動いちゃう、やっぱり。でも動いちゃうんだけど、運転してる分にはそんなに感じないかな。動いてるなっていう感じはちょっとね、ちゃんと走ってみましょうちゃんと走ってみましょうって言った瞬間、コースアウト。
ちょっと机の上が汚いんですけど、このハンドル部分とね、画面をねちょっと映してみましょう。よーし、よーし、よーし。あれですね、ハンコンでこうやって位置調整するとちょっとこのインジケーター部分が結構ね視界に入ってくるようになってきましたね。ということで今度はちょっとね足元を映してみたいなと思います。まあ映してもね何も面白くはない。こっちは左足は遊んでるこっちだけでねこうねアクセルブレーキアクセルブレーキね、これでちょっといきましょう。ここ、これ今グーッて踏んでますね踏んでます。 OK、普通に踏んでる時のブレーキはこんぐらいなんですけど、わかるかな、こんぐらいなんですけど、踏むとグッてまだこっから踏める。普通に踏むとこんな感じで、まあ浅く踏む、浅く踏んで、で思いっきり踏むとこうなる感じですねね、これがクラッチね、クラッチ僕は使ってません。で、左足ブレーキをやろうとするとこういう感じになるわけですね。で、ここちょっとね見えないかもしれないですけど、ここに、あ、見える見える、ここにバーがね、バーがあるから、なんて言うでしょう、こう極端に言うとこう入れなきゃいけないんですよね、足をね、足をこう入れなきゃいけないから結構きつい。なのでやっぱり本当にもっと本格的にちゃんと足のそういうね辛い感じがなくやりたいって人は、こういう風にね、左足と右足を包み込むようなバーになってるタイプのハンドルスタンドの方がいいと思います。ただクラッチを使う人だと多分右足ブレーキになるのかな、多分クラッチを踏む人は多分こうなって常にクラッチに左足があると思うので、もうと僕もねしばらく普通の乗用車を運転してないのであれなんですけど、普通の乗用車を運転するときは右足でブレーキするはずなので、そういうスタイルで運転したい人は別にこのホイールスタンドでも問題ないと思います。はい、ということで今回はプロジェクトカーズをね、この G29 を使ってさらにスタンドを、ファナテックのホイールスタンドを使ってねゲームをやってみました。まあ、やってみた感じの感想としてはやっぱり左足でブレーキを踏むのはちょっと辛い、右足でブレーキをする人はもう全然問題ないっていう感じですね。なのでまあ値段相応っていう感じでしょうか。このガタつきとかはまあそんなに全然気にならないし、このブレーキとかアクセルを踏んだ時になんかねこう動くとかはないので、完成度としては高いかもしれないけど、やっぱりそのペダルをね
右足でブレーキを踏むか左足でブレーキを踏むかでかなりね変わってくると思います。もうこれ以上になるとさっき言ってたようなこういうね足をこう包み込むようなこっち側にこうバーがあってここに置くみたいなでこっち側にこうバーがあって置くみたいなね感じのものを買うしかない、もしくはもうシートセットみたいなねものを買うしかないなと僕は思います。まあ結論としてはブレーキを右足か左足どっちで踏むかでこれの良し悪しが決まるっていうね感じのホイールスタンドでした。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。